ご覧のように、5対2で青森県代表、青森山田高等学校が勝ちました。スタジアムにお越しの皆さん、そしてテレビをご覧の皆さん、青森県勢としても初の栄冠、青森山田高校黒田剛監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。非常に晴れやかな表情、チームを率いて22年選手権のタイトルです。長かったですね。非常に嬉しいです。終わってみれば5対0、タフなゲームでした。そうですね、5対0というほどそれよりもっと競ったゲームだなと思います。前橋育英さんの本当に質の高いポジションというのにだいぶ苦しみましたけども、少ないチャンスの中で選手たちが頑張ってくれました、はい、それにしても思えば長きにわたる雪国からの挑戦でしたね。そうですね、雪を味方につけてパワーをつけて